確かに僕の方が年下かもしれないけど、君を甘やかす力なら負けないよ。いや、この時々見せてくる大人の表情、童顔だから忘れかけちゃうけど学生キャラの最年長なんだよね。今日もスタマイ実況、ヒロインにクソガキユイと名付けてプレイをしていきます。今回は社会に関する日替わりログインミニトーク集です。ご覧ください。どうぞ。こちらは1月14日公開のストーリー。1マス進む。え、人間すごろく？何それ人体実験？怖っ。はい、ルールは普通のすごろくと一緒でも駒が人間なんです。社会実験的な、まあ、行動心理学の研究っぽいところはあるけどね。まったく、またくだらないこと始めようとしてるな。もうくだらなくないよ。こうしてみんなと集まれたから楽しいことしたいなって。いいよ。いいと思う。駒が人間って面白そう。そうね、みんなも卒業したら会社社会の駒になるわけだからね。すごい怖いこと言う。はい。俺も少し興味あります。そうだね。斬新なアイデアを楽しめるのはいいことだ。じゃあそうと決まれば準備するね。イクトさんも手伝ってほしいな。まあ瀬尾さんがそう言うならって感じでしょう。一回だけだからな。ん？もしかしてスゴロクの台紙手作り？手間かかってるね。そうだよ。みんなでやろうと思って昨日の夜から作ってたんだ。結構大掛かりじゃない？ああ、すごい。見たことのないマス目とかあります？いや、むしろまともなマスがないんじゃないか。これこそ手作りの醍醐味だね。まともなマスがないことは否定せず、じゃんけんで勝った人から時計回りで始めよう。このスゴロクって運ゲーのように思えて、じゃんけんで勝ってその先行になった人の方が不利な感じはあるよね。後からの方が〇〇に〇〇するみたいな、そういう後からこそ効力のあるようなマスとかもあるからね。まあどういうマス用意してるかわかんないけど。よし、最初はグーだから、もうここから戦いは始まっている。さあどうなる？うん、俺からでいいんでしょうか？なんか譲られるような形でじゃないの？うん。潔くん、じゃんけんストレート勝ちだった。その後俺とシオンと河合で地獄の愛子合戦が続いたけどな。うん、ここはやっぱりもう心理戦。振ります。早速始まる。3だから3マス戻る、つまり振り出し。あ、スタートに戻った。ただいまです。まあ、つまり結果的に潔くんが一番後ろの順番みたいになったよね。はい。あ、帰り。まあ一旦消費している分っていうところはあるかもしんないけど、今一番有利な立場っていう感じだね。次は俺の番かな。サイコロの目は、おや、どうやら1のようだね。おや、スゴロクの間だけ瀬尾さんになる？もう一人の瀬尾さん出ちゃう？瀬尾さんが止まったから、瀬尾さんは瀬尾さんのまま。闇瀬尾さんが出るわけじゃないってことね。ホワホワ星人にならなきゃいけないだと？絶対に止まりたくない。尊敬はしてるんだよね。じゃあ次は僕で。読んだ。終わるまで意がつく言葉しか話せないか。意外と簡単かも。次はシオンくんだね。まあそもそもこのマップを作ったのがヒカルくんだからね。自分ができそうなやつを置いてる可能性もある。6だから、あ、1回休みだ。寝れるってこと？おい、スゴロクでも寝る気か。イクトさん、次イクトさんだよ。あ、ちゃんとイが入ってる。イクトさんのイ。よし、5だ。ゴールから5番目のマスに飛べる。さすがイクト君。それってイメージトレーニングのおかげだね。別にそんなのはしてない。でも結構ガチってるね。また俺で2です。
ここのマスに書いてあるのは、ん？革命ルール？そこに止まった人がいたら、スタートとゴールが逆転しちゃうルールが発動しちゃいます。イサギくんが今一番近いってことね。つまりってことはイクトさんがビリってことだね。あ、いや、瀬尾さんが1だから瀬尾さんが今一番近いってことか。で、次がイサギくんっていう順番だね。おい、どんなルールだ、取り消せ。やっぱり結構本気でやってる。すみません、俺そんなつもりはなくって。イサギくん、いいんだよ、イサギくん、今からが本番だから。はぁ、ずっと本番だ。いつの間にか結構もうのめり込んでるもんね。楽しい回になってるようで、今日も瀬尾犬の日常は1マス進む、おしゃれな締めくくり、そしてこれタイトル回収にもなってると。こちらは1月27日公開のストーリー、いつも売り切れのケーキ。いらっしゃいませ。よし、今回こそ密かに絶品だと噂されてるバタークリームケーキを。あれ、売り切れ？開店と同時に入ったのにおかしいな。あなたは。おや、渡部さんか。こんなところで会うとは。この二人の組み合わせも珍しい感じはするけど。どうも。こんにちは。そちらも何かお探しですか？ああ、時間に余裕があったので先方への手土産でもと。渡部さんの方こそ何かお探しで？はい、実はこの店のバタークリームケーキとなかなか遭遇できなくって、もうこれ店員さんに聞くしかないんじゃないの？だから開店と同時なら買えるかなと思ったんですけど、残念ながら売り切れのようです。ほう、何やら事情がありそうだな。客引きのために存在しないものをっていうわけではないよね。だったらそんなうまいって噂流れないだろうし、訳ありの予感。すまない、バタークリームケーキについて聞きたいんだが。大変申し訳ございません。ただいま品切れ中でございます。開店と同時にもかかわらず、悪い噂流れないこの店の。ふう、俺も聞いてみたんですけど同じ答えで。あ、店員さんにはもう聞いたんだね。ふむ、開店早々の売り切れ、用意されているようなテンプレの回答。これはいよいよ何かありそうだ。ケーキよりもこの状況にワクワクしてそうだな。いわくつきの店じゃないといいけどね。いらっしゃいませ。お、まことさん。うん、珍しい組み合わせだな。俺もそう思っていた。まあ、まことさんは甘党だしケーキ好きだし、このストーリーに出てきてもっていうとこはあったけどね。なんだ。今日は知り合いによく会う。あなたもこの店で買い物を？ああ、予約したものを引き取りに来た。バタークリームケーキ？すまない、先日予約した続きだ。代金はすでに払ってある。はい、お待ちしておりました。こちらをどうぞ。え？あれ、それってまさかバタークリームケーキ？どんなつてで？ほう、これを知っているか。さすがは渡部悟だな。ふむ、当日は不可能だが予約は可能ということか？そうだな。ああ、元来得意客のリクエストから制作していたらしいが、現在は客同士で口伝えになっている合言葉を言うことで誰でも予約が可能だ。こういう社会が築かれているわけね、界隈で。だが逆に言えば、予約しなければこれを食べることは叶わないということだ。まあ原材料とかね、いろいろ、まあ、高騰してる時期でもあるからね、まあ、余計な分発注しなくて済むようにっていう背景もありそうな気はするけどね。予約すれば受注発注で、まあ、最低限で済むっていうこともありそうだし、バターなんか最近高いもんね。へえ、なるほどね。毎回振られていたわけだ。なるほど、面白いシステムだな。まあ、こういう生ものだからこそじゃないかな、ケーキ屋さん。なら予約するのであれば合言葉を伝えるがどうだ？ぜひとも。この界隈、社会の中に入れるね。バタークリームケーキ万歳。二人はこの言葉を掲げて絶品だというバタークリームケーキを
とうとう予約できたのでした。よかった。こちらは1月29日公開のストーリー、カップ麺仲間結成、見ていこうか。はぁ、ここにもないか。まあ、カップ麺好きといえば朝霧さんかなっていうとこだけど、他にも出てくるってことだよね。まあ、青山さんでないことは確実かなとは思うんだけど、その他のキャラ絞りきれない。はぁ、やっぱ売り切れ。女子高生。何が？さっき話していたカップ麺のジャンクフード味シリーズ、癖強めっていうか、カップ麺がジャンクフードだからね。ピザにポテトでしょ、それからチキン味もあるの。朝霧さんと気の合いそうな JK だね。それ普通に食べた方が美味しくない？まあ確かに普通に食べても美味しいが、カップ麺になることでさらにオリジナリティが加わり、世界が広がるというのに。やれやれ。まだその境地を知らないとはもったいない。人生の半分損してるとか安易に言うタイプかな。しかしここで8軒目、もう手に入らないかもしれないな。そんな貴重なんだね。ああ、なんだあのデカデカと積み上げられたタワーは。今話題のカップ麺ジャンクフード味、全シリーズ揃ってます。お、貴重なやつ。アメリカンピザ味。お、アメリカ育ちの今おじさんとしては多めに買っておくか。懐かしの味にもなっていくね。失礼します。あのデスク、なぜあの幻と化したカップ麺シリーズがここに。どうしました？朝霧さん、どうかしましたか？いえ、そのカップ麺を入手されているとは思わなかったので。ここでカップ麺仲間結成か。そういえば人気シリーズだとか店員が言っていたな。これ珍しいんですか？ええ、ネットでは倍の金額で販売している輩もいます。転売屋。そうですか。すげえ視線を感じる、カップ麺への。では資料は渡しましたし、俺はこれで。あの、待ってください。よかったら一種類ずつ持っていきませんか？お、一つではなく一種類ずつ、気前いい。人気とは知らず、ただ多めに買っただけなので。ですが。いいんですか？はい。距離縮まるね。どうも。ありがとうございます。このご恩は忘れません。大げさだな。大げさでもないんでしょう、これは。そして後日。なんだ？何か用か？いいえ。青山に用事はありません。今おじさん。言い方。ん？あの。この前のお礼です。へえ。バター醤油味のカップ麺ですか。ええ、これは1ヶ月前の期間限定商品でした。まあでもこれ、個人的にはさ、期間限定商品よりも常にある商品の方が結局美味しくないっていうところに行き着く気もするんだけど。まあでもどうなんだろう、この味変な感じがいいのかな。大切に取っておいたのですが、よかったらどうぞ。まあ保存食でもあるからね、まあ期限は大丈夫なんだろうけど。ありがとうございます。美味しそうですね。ありがとうございます。では遠慮なくいただきます。うん、朝霧のやつかなり嬉しそうだな。親友できましたね。いや、ここでカップ麺界の社会が築かれるとはって感じだけど、思いもよらぬところで仲間意識が芽生えた一家のエースなのでした。こちらは2月4日公開のストーリー、ピンと伸びる、見ていこうか。クリーニング屋が見つかってよかった。これでひとまずは安心だ。ん？彼は。おや？進藤？こんなところで会うとは奇遇だな。よく使う店なのか？クリーニング屋が被るってそうそうないような気もするけどね。いや、今日はたまたまだ。出先なんだが突発的に汚れ物が出てな。じゃあ俺はこれで失礼する。ああ、簡潔なやりとり。ま、俺の個人的なというか俺だけかもしんないんだけどさ、クリーニング屋さんに自分のスーツやワイシャツ自分で持って行って、初めてなんか社会の一員になったなーっていう気がしたんだよね。だから思うところがあるというか。数日後。よし、やはりクリーニングはいい、着心地が違う。
お金払ってる分そう思いたいところもあるだろうし、これがプロの技なんだろうね。バサッと気持ちよく着てるね。うん。ほう。割とくたびれていたと思うんだが、こうも変わるものなのか？背筋が伸びるような感覚だ。あの店、かなり腕がいいのかもしれないな。ゆいさんも普段から使ってた店ではなかったってこと？さて。業務もはかどるというものだ。さてと、彼女の細胞を採取しに行くか。いや、仕事しろ。なあ。いつも以上に張り切ってるな。どうした？俺のモチベーションは、今絶好調にある。あのな。モチベーションを上げる方向性が違うだろう。ん？何かおかしいぞ。まったく。俺は正常だ。むしろいつも以上に。いつも以上におかしいと言いたいのかな？いや。違う。お前の方じゃない。悪意がいつもと違わないか？お、鋭いね。違いのわかる男。ん？うん。うん。本当だ。あ、って自覚するっていうことは、これ自分の白衣じゃなくって、入れ替わっちゃったってこと？昨日のトレーニングが重めだったせいか？この白衣、やけに突っ張る。脱いだ方がマシだ。それとも、クリーニングによって生地が縮んだか？それにしては問題なく腕は通るようだが。なんだこのタグは。これは俺の白衣ではない。腕のいいクリーニング店どころか問題店のようだね。さてはクリーニングに出した際に混ざったか？だが白衣なんて一般的なものではない。混ざるなどということは思い当たる節あるでしょ。この時、いや知り合い同士でよかったけどね。しかし、あの男、普段の立ち居振る舞いから想像する以上に体格がいいらしい。俺も負けてられん。筋トレ欲に火がつく話。ものすごく限定的な取り違いがあったものの、後日連絡を取り合い、それぞれの白衣は無事持ち主の元へ戻っていったのでした。まあ、これは何よりだけど、クリーニングはきっちり、なんだろう、綺麗にされていたのかな。その点はちょっと心配。こちらは2月5日公開のストーリー、サバイバルバラエティ。司さん、もし無人島に行くことになって一つだけ道具を持っていけるとしたら何を持っていきます？フリートークのお題みたい。うん。何ですか、唐突に。だって休憩時間にサバイバル番組の特集を読んでいたらなんだかうずうずしちゃって。自己申告したアイテム一つを持って全裸で無人島1ヶ月生活、無事に過ごせたら賞金進呈。全裸でか、ほとんど映像モザイクになっちゃうんじゃないの？ディレクターさん編集大変そうだけど。そういう目線になっちゃう。ほう。文字通り体を張った番組のようですね。ほとんどモザイクだけどね。そうだね。まさしく身一つで放り出されるわけだからね。あ、ヨウさん、お帰りなさい。で、最初の質問に戻るんですけど、そういう企画に参加するとなったら何を持っていきます？これ性格出そうだね。まあ、企画として自ら赴くのであれば事前に島の環境の共有を求めます。確かに暑いのか寒いのかとかあるもんね。ガチ？でも地形や気象状況によって必要な道具も変わってきますもんね。ヨウさん、ヨウさんはどうですか？まあ、まずは情報収集っていう目線もあったけど。俺は靴、足は大事にしないと。人間二足歩行だもんね。なるほど、そういうことですか。でもともするとヨウさんが全裸に靴っていう姿ちょっと想像しちゃうけどね。おお、さすがヨウさん。足の怪我って脱落理由の上位に入ってるらしいですよ。あ、そうなんだ。そうですか。気にも留めない小さな傷でもその場から動けなくなるほど重症化することもある。ヘビやヒルといった生き物だけではなく、破傷風も恐ろしいものですから。そういうこと。無事に帰るまでが無人島生活だからね。足元からしっかり固めていくと。すまない、失礼。捜査協力の件で来たんだが、取り込み中か？なあ。もうそんな時間でしたか。いや、こちらが早く着いただけだ。それより何やら興味深い話をしていたようだな。はい。実は無人島で1ヶ月生活するサバイバル番組に出演するなら何を持ってくか
話していたんです。いやでもここで檜山さん登場とは、来るとしたら創生さんかなって思っていたんだけど。ふん、檜山なら島ごと買って持ち物にカウントしちゃいそうだけど。それはもはや番組の協賛側ですね。うんうん、前に島買ってたことありましたもんね。うん、それも無人島の話だったね。そんなイベントストーリーありました。そうだな、その選択も悪くない。管轄下に置いてしまえば居住に適した環境にすることも可能だからな。社会を築くところからやるわけね。それできる時点で賞金は必要なさそうですけど。ヨウさんと同じく何がなくても生き残れそうな気もしますね。うん、確かにね。まあ、生命力ありそうな気はする。一番大切なのはきっと強い精神力。この場の全員がすでに持ち合わせているのかもしれません。確かに追い込まれたら最後は気力だもんね。こちらは2月15日公開のストーリー、いいことの連鎖。へえ、自販機の当たりって本当に出るんだ。あれ確率どのくらいなんだろうね。うん、びっくりした。やったね。もう一本選べるよ。なんか話しきってるけど、当てたのシオンくんじゃなくて潔くんだよねこれ。でもいいのかな、お金払ってないのに。いや万引きじゃないんだから。いやいや、そういうサービスだから。何にする？だから話リードしちゃってるけど、シオンも飲み物買う予定だったなら、これで先輩がおごってくれちゃう？大丈夫。ありがとう。でも俺もルーレットしてみたいから大丈夫。好奇心が勝ったと。気持ちだけもらう。じゃあ。そっか、それなら。まあ、この自然体な関係性がいいよねこの二人。当たったのは潔くんの日頃の行いがいいからだね。うん、いつも優しいもんね。まあ、社会意外と狭かったりするから、そうやって振りまいておけば自分に返ってくるっていうのは、まあ、なんだかんだ合理的かもしんないね。ほら、この前も廊下に落ちてたプリント拾って届けに行ってた。親切。それはあれは大学のプリントって、その一枚が単位の取得に関わったりするから。でも顔の見えない相手の単位を心配できるのはすごいことだよ。うん、ほんと優しいよね。なら、それなら日頃の行いがいいのはシオンの方だと思う。お、褒め合い合戦が始まった。駅のホームでどの電車に乗ればいいか迷ってたおじいさんに行き先を教えてあげてた。いや特に都心はね、駅のホーム忙しそうな人しかいないからね、なかなか見られない光景だし、勇気ある行動だよね。それにホームまで付き添ってたし素敵。あったねそんなこと。あ、本人はそんな大層なことしてないよっていうのがまたかっこいいね。じゃあ俺も当たるかな。当たってほしい。うん、じゃあ買うね。でもなんかちょっとハードル上がった感あるけどね。あ、これで当たんなかったらっていう思いもあるけど。さあどうでしょう。まあそう簡単に当たんないよね。シーンと。外れちゃった。これ日頃の行いが悪かったのではみたいな話までいかないといいけど。どうしよう。俺が変にプレッシャーかけちゃったんじゃ。潔くんのせいではない。どうする、どうすれば。俺の。お、再チャンス。ん、あれ、ルーレット回った。そういう仕様の時あるよね。でも急いでる時とか気づかれずに通り過ぎていっちゃうんじゃないのっていうのね、ちょっと思ったりもするけど。え、時間差。よかった、おめでとう。あ、よかった、当たった、ほっとしたね。お前らいつまでも自販機にへばりついてるやつがいると思ったら、お前たちか。おや、もしかして自販機から当たりが出たのかな。さすが察しがいいね。あのね、潔くんも俺も当たりが出たんだ。なるほど、すごい確率だ。
何かのバグかなって思うくらい。まあ河合がいたら喜びそうな事例ですね。光くん統計学好きだもんね。でこういう時光くんの話題を出してあげるっていう優しさね。ああ確かに。そういえばそうだ、ちょうどお土産をもらったばかりなんだ。みんなでいただこう。やった。あのあ、じゃあ人数分飲み物を買いましょうか。それなら俺の当たった分もあげる。こういうとこだよね、自分に返ってくる。ありがとう。となると俺の分と合わせて4本だからあと1人分だけ。潔くんもさりげなく自分の含めてるしね。また当たるかも。いや、なわけあるか。あは、そうしたら十分な量になりそうだね。ヒロインの分まで揃っちゃう。ヒカルくんも誘って始めようか。うん、いやなんかこうやっていい社会が築かれていくんだろうなっていう感じがしたよね。二度あることは三度あるかも。いいことの連鎖は続く。そして最後は2月14日バレンタインデーがお誕生日の大谷羽鳥のストーリー、君が見つけてくれる日を。素敵な夜景スポット、見て、こんなメッセージが届いた。本日はお二人に3つの質問が届いています。あ、私にもこれが噂の質問タイムですね。いいね、恒例のあれね。答えてみようか。質問1、2人で盛り上がったエピソードを教えてください。うん、急に言われてもって感じかな。そっか、浮かばないの？今日もあんな盛り上がったのに。あ、そんな分かりやすくわざと落ち込んだ顔しなくっても。ここわざとっていうところがポイントだよね。これは違うんです。羽鳥さんとの出来事はある意味話題としては尽きないくらいあって。ふん。だからいつも盛り上がっているのでこれだというのは選びづらいんです。あは、そういうことね。いい意味だったってことね。でももし一つ選ぶならあの日じゃない？何か思い浮かぶ日ある？うん、あの日っていうことは少し前に遡るっぽいね。うん、数ヶ月前、ゆいちゃんとお茶をしている時のこと。他のキャラクターなんかだと最近っていう話題の振り方をすると昨日今日の話することが多かったからね。なるほど、羽鳥さんはそういう解釈なんですね。君は違うの？私は主人公に共感してものすごく悔しい気持ちになりました。少し前に読んだ少女漫画恋してショコラティエ、恋ショコ、これバレンタインのイベントストーリーの派生だね。まあこれも過去に実況しているので気になる方はご覧いただけたら嬉しいです。あれからもこうして後の展開を語り合う時間を過ごしている。でも納得しました。相手側のショコラティエに感情移入、羽鳥さんらしいと思います。ああ、念のため釈明させてほしいんだけど、主人公が雨の中置き去りにされたシーンはさすがに胸が痛んだからね。まったく、あの行動は信じられないな。俺なら傘くらい置いていくのに。今リアルな映像が頭に浮かんできました。あ、俺のお気に入りのシーンなんだけど。さあどんなシーン？あ、そこは教えてくれない。あの日は羽鳥さんもかなり語ってましたね。うん、二人でいると楽しくってつい話しすぎちゃうんだ。なんかいつも聞き手に回ってる印象あるから、こういう要素を引き出せてるヒロインさすがだね。とか言って雨の中置き去りにしたりとかしないから。そうだ、なんなら指切りでもしようか。言いましたね。質問に、最近印象に残った相手の一面は。次は私が答えますね。この間の休日、あ、この間の話になった。恋ショコの新刊も買ったし、そろそろ帰ろうかな。買い物を終えて歩いているとき、こちらは本屋だよね。知っている香りを感じて足を止めると、同じタイミングで振り向く彼がいた。ああ、やっぱりゆいちゃんだ。羽鳥さん、すごい偶然ですね。そうだ、新刊出たこと知らないかも。今日ねえ、発売日だね、恋ショコ。先回りしてくるね。
だからここに来れば会えるんじゃないかと思ってきたんだけど、本当に会えた。この辺は情報屋としての鋭さかな。どう？せっかくだしまた一緒に読む？まあ、あとは IT 社長さんだしね、勉強家だからこうやって本屋に通うっていうところあるかもしれないね。うん、努力家な一面が密かに見えた感じがした。もしかして羽鳥さんはエスパーって本気で考えるところでした。つまりエスパーな俺が印象に残った一面ってこと？それもですけど、恋食の発売日を覚えていたり、当日にちゃんと足を運んで買ったりするんだなと。俺は言ったよね、会える気がしたって。またまたそんな思わせぶりなことを。私にはわかりますよ、漫画の続きが気になるのと感想を話す同士が欲しいんですよね。もしかして、あはは、君こそエスパーなんじゃない？うん、それだけじゃなさそうな感じはあるけどね。ヒロインに気持ち向いてそう。質問3、初対面からお互いの印象は変わった？そうだな。どうだろう、否定即座にしないっていうことは変わったんじゃないの？ゆいちゃんはいい意味で出会った頃と変わらない部分も多いから。私はイエスです。一緒に漫画を読むくらいには人となりを知って距離も縮まったと思ってるので。そうだね、ご移植が発売されるたび距離が縮まって嬉しいよ。若干意味合いが違っている気が。もちろん俺としてはその意味で理解してほしいと思ってるんだけど。うまいですね。まあ言い慣れてる感じもあるよね。今日くらいは素直に祝う隙が欲しいのに。え？誕生日おめでとうございます。そういうことか。うん、隙生まれてたね。えって言ってたもん。ありがとう。じゃあお祝いのキスでももらおうかな。とか言って私が本気でするとは思ってないからそんな風に言うんですよね。私分かってますから、羽鳥さんが常に優勢の盤上で転がされてるなって。分かっていて転がされている時もあるし、多分分かってない時もあるんですけど。あはは。へえ。ああそっか、ゆいちゃんといると楽しいのって。手の内も知られているくらい距離が近づいたから心許してる感じあるよね。それが嬉しく感じる気持ちも、もっと近づけば君は見つけてくれるだろうか。それでいつかもっと、彼の中でちょっとはらんでる闇みたいなところがあるからね。そこにどう寄り添っていけるかっていうのが、まあ、ヒロインとの見どころになっていきそうな予感。ふっ。なんて何考えてるんだろうな。ハッピーバースデー。というわけで最後は大谷羽鳥さんのバースデーストーリーで締めさせていただきました。こちらのメッセージも読み上げていきましょう。君が触れたところから熱くなって自分の輪郭が鮮明になる。でもこれじゃ足りないよね。まだまだ俺の本気に付き合って。いや、この慣れた感じがね、もちろん言ってることは嘘ではないんだけど、まあ、嘘は言わないっていう人物だしね。だけど逆に本心の確信は見えづらい、そんな感じがするよね。さて今回は社会をテーマに日替わりログインミニトーク7選でお届けいたしましたが、いかがでしたか？羽鳥さんというと学生起業をされていち早く社会に飛び込んだ人物ということで最後を締めくくってもらいました。俺も司会者業の一方でしがない起業家として刺激を受けるキャラクターだなぁと思いつつ、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は大谷羽鳥さんのキャラクターボイス、内田雄馬さんのお声とともにお別れです。また次回もお待ちしております。檜山はハスキーかポメかな。まあ正直檜山ほど心が読みづらい人って会ったことがないよ。それでは